はい、皆さんこんにちは。ネクストミッドケントです。今日もよろしくお願いいたします。で、今日なんですけれども、僕のめちゃめちゃ大好きなフィジーク選手兼フィットネスアスリートであるザック・エンズリーがどういう選手なのかって、彼の生い立ちだったり、それから彼はミスターバイセプスって言われるぐらい二頭筋がめちゃくちゃすごいんですよね。で、その二頭筋をどういう風なトレーニングで作り上げているのかっていうものを、解説っていうのを交えながら皆さんと一緒にお話しできればいいなと思っております。よろしくお願いいたします。ザック・エインズリーって選手がどういう男なのかっていうことをお話ししていきたいんですけれども、彼は1994年生まれのイギリス人です。今日はちょっと写真を見ながらお話ししていきたいと思うんですけれども、知ってる方ものすごい多いと思います。 SNS でもインスタグラムのフォロワー数が60万人以上いて、フィットネススターの一人です。で、ガットスポーツビッグラミーとかサディック・ハズビックとかのガットスポーツのアスリートでもあります。で、今は本当にこんな体、めちゃめちゃかっこいい体してるんですけど、彼はもともと貧しい家で育って、で、幼少期とか物心ついた時っていうのは1日1食とか2食しか食べれないような暮らしをするほど、あまりこう恵まれてないというか、貧しい育ちをしていたみたいです。で、すごい華奢だったことから学校でいじめにあって、で、そのいじめから抜け出すために彼は15歳で DJ っていう仕事を始めました。 DJ にのめり込んで18歳ぐらいになると、もう一躍彼はイギリスの中ではもうスターとして抜けてて、で、ヨーロッパ、イギリス以外の国でもどんどん声がかかって仕事をするようになっていって、本当に成功者って呼ばれるぐらいに有名だったみたいです。なんですけども、同じく18歳を過ぎたぐらいの時に、もちろん DJ なんで夜仕事してることが多くて、食生活も適当だったりしていて、彼が病院に行った時に、で、肝臓の数値がめちゃめちゃ悪くて、50歳とか60歳の数値で、食生活を見直して運動しないと将来死ぬ危険すらある、みたいなことを言われて、そこからトレーニングを始めました。で、彼のキャリア、トレーニングキャリアとしては4年ぐらいですね。今23歳のアスリートになります。で、フィジーカーとしての実績っていうのはまだ、浅くてですね、別に IFBB プロとかでもないんですよね。で、彼のキャリアの中でのトップの順位っていうのが、この間2017年のバルセロナで行われたアーノルドクラシックのアマチュアだったと思うんですけど、アマチュアでベスト4、第4位っていうのが彼のキャリアの中の一番いい成績なんですよね。で、これがその時の彼のステージングなんですけれども、まあ、フィジークのアスリートとして見ると、少しこうお腹周りの水抜きっていうのが、もう少しこうドライにできたりとか、腹筋周りの血管バスキュラリティっていうのが見せられれば、もうちょっと10位、もうちょっと上の順位に食い込めたかなっていうのが僕自身の感想なんですよね。その僕が彼のめちゃめちゃ好きなところっていうのは、全体のバランスと、それからその二頭の大きさ、まあ、それから彼の生き方とか全部含めてもう本当に好きなんですけれども、次これを見ていただくと、これがもう多分見たことある方多いと思います。彼のシグネチャーポーズといいますか、この両手をね、上に上げたような状態、これめちゃめちゃかっこいいですよ。バランスが良くて、これが彼のシグネチャーポーズで、いろんなフィットネスマガジンとかで、こういうポーズ見ることがあります。で、じゃあミスターバイセプスって言われるぐらいなんで、どれぐらい二頭がでかいのかっていうと、まあこれぐらいですね。めちゃくちゃでかいです。っていうか、もう三角筋よりもなんなら、ピークが同じかちょっと高いぐらいじゃないかって思えるぐらい、本当に二頭筋のピークが高いんですよね。で、二頭筋はただ太いだけじゃなくて、しっかりピークとボトムの高低差が出てて、ちゃんと溝も深い。それが彼の特徴だと思ってます。で、最近彼はインスタグラムとかでもよく見るんですけど、ジェレミー・ベンディアと一緒にトレーニングをしてます。で、これがジェレミーと一緒に撮ってる写真なんですけど、これ左ジェレミー、右がザック・エンズリーなんですけど、これがですね、ザックが後ろで、ジェレミーが前にちょっと立ってるんですけど、腕見てもらうと分かる通り、サイズで言ったら明らかにザックの方がでかいんですよね。彼は体が真っ白なので大きさが伝えにくいかもしれないんですけど、めちゃめちゃでかいです。トップフィジーカーのジェレミーと比べても全然でかいんですよね。まあ、これジェレミーが大胸筋の手術をした後だったので、一概にこうトップコンディションかっていうと何とも言えないんですけど、まあ、もちろんザックもオフシーズンだと思いますしね。で、これが彼のサイドポーズで横から撮った。で、これ見てもらってもわかりますけど、頭よりもなんなら二頭筋の方がすごいでかいですね。オフシーズンにもかかわらず、肩とそれから上腕の間にしっかりとこうセパレーションが見られる。で、やはり二頭のピークが、まあ、肩の三角筋全部と同じぐらい、もしくはちょっとぐらい高い位置にある。これがめちゃくちゃ綺麗な形だなと思います。で、結構お茶目な一面もあって、彼がSNS でハリーポッターに出てくるマルフォイにめっちゃ似てるみたいないじられていて、それをね、彼自身がマルフォイと比べた写真をこれどうだっていうのをアップロードして
て、これめちゃめちゃなんかお茶目でね、可愛いなっていうね、また彼の新しい一面見れて、本当にファンとしては面白いんですけれども、先ほどもそのスペインのアーノルドで4位だったっていうことで、彼はプロを目指してる、彼はフィジーのプロを目指してるんですけど、よく比較されるのがスティーブン・カオ選手、僕が以前動画でも紹介したことがあるんですけど、スティーブン・カオ選手とよく比較されていて、でこれが比較の写真なんですけれども、やっぱりね、スティーブン・カオ選手って IFBB のプロフィジーカなんで、やっぱこうやって比べると肩の張りとか、それからやっぱ腹筋周りのバスキュラリティ、あとは大胸筋の下部の厚みとか、コンディション面での差は少なからず見られます。スティーブン・カオ選手とは確か同い年ぐらいか、1個ぐらいしか違わないんですけど、全然ザックもまだ23歳なので、これからどんどん、今年24かな、これからどんどん伸びる選手だと思います。本当に今年とか来年のオリンピア、アーノルドクラシックがすごい楽しみだなと思ってます。もう早く、なるべく早い段階で IFBB のプロカードを取ってほしいです。でね、さっきを見てもらった写真で、本当に彼のストロングポイントは自分でも言ってるんですけど、バイセプスのピークと全体の大きさ、バイセプスのバルクがあるんですけど、それをどうやって作ってるのかなっていうのがすごい僕も気になっていて、で彼は YouTube もやっていて、自分のトレーニング動画って結構頻繁に出してます。でその中でビッグラミーとかサディークとかと一緒にやってるトレーニングももちろんあるんですけど、彼のアームデーも出していて、でそこで彼が言ってることっていうのは、まずアームデーっていうトレーニングで2頭と3頭だけを追い込む日っていうものを設けてると。でそれ以外に絶対1日ないしは2日は胸トレ背中トレに付随して2頭3頭を使うというかトレーニングをする日があるようです。で見ていてちょっと特徴的だなって思った点が、ウォームアップにかける時間と熱量なんですよね。彼が言うには、ウォームアップでは2投も3投も問わず最低50回、めちゃめちゃ軽い重量でとにかく筋肉を温める、それからスクイーズポジションでしっかりピークを作る意識っていうのをウォームアップから持っていくというふうに言ってます。で彼の動きを見ていると、ウォームアップなのに普通に追い込んでます。普通のトレーニーが、え、これギリギリ無理とか、もう最後のセットに持ってくるような追い込みをなぜかウォームアップで言えてるんですよ。これめちゃめちゃ面白いところです。結構彼は1種目目にダンベルカールを持ってくることが多いんですけど、彼ほどの腕のバルクがある選手でも、ダンベルカールの重量っていうのが片方22キロぐらいです。で、これはすごい、重たいですけど、すごい重たいとは多分言えないんですよね。で、彼も動画内で言ってるんですけど、無理やり体振ってカールで持ってくれば、80パウンド、つまり36キロぐらいは十分カールできるけど、しっかりスクイーズとストレッチを意識してマッスルコントロールをするためには、22キロぐらいで十分だっていう風な解説をしてます。で、回数も彼の動きを見てると、12から20レップぐらいの回数がめちゃくちゃ多いです。なので、10発でギリギリとかっていうことが意外とない。なくはないんですけど、意外と少ないです。でまず一つ目は、しっかりとスクイーズを意識する。で、ボトムポジションでは力を抜いてるように見えます。で、ビッグラミーとかアラシュラバーとかのカール見てると、ボトムでもずっとこう肘を曲げて、負荷を逃がさないようなフォームなんですけど、ザックの1セット目、1種目目っていうのは、結構、ボトムでは力を抜いて、特にスクイーズ意識してるのかなっていうふうには見えます。で、大体2種目目にケーブル系の種目を持ってきて、で、このケーブル系では、ボトム、それからピーク、ともに負荷を抜けない状態を作ってあげてきてます。で彼はね、腕に関してはバイセップもそうなんですけど、1部位につき多くても2、3種目までしかやらないんですよね。これは彼が動画内で言ってるんですけど、なんか自分の僕のイメージとしては、あれぐらいの腕のバルクがあるから、もう4種目とか5種目ぐらいなんならやってんのかなと思ってたんですけど、彼は多くても2、3種目しかやらないと。ただ一つの種目っていうのは5から6セットやります。で最後の6セット目には必ずドロップセットを持ってくる。動画で映して3種目目には彼はストレートバーのバーベルカールを持ってくるんですけど、もうその時の1セット目の重量っていうのが25キロなんですよね。で25キロってアーノルドとかに出るクラスの方って考えたら結構軽い重量だと思うんですよ。でもしっかりコントロールして、むしろ25キロで精一杯12から20ぐらいまでしか上げられないぐらいに、すでに1種目目と1種目目と2種目目で追い込んでいる証なんですね。でこれを見て、僕はただその種目数を重ねればいいとかセット数を重ねればいいだけじゃないんだなっていうか、種目を制限することによってしっかりその中でボリュームを重視して限界まで使い切るみたいなトレーニングがやっぱり基本といえば基本なんですけれども効果的なのかなっていうことを一つ感じました。カール系のフォームを見て解説でも、彼が実際に言ってることでもあるんですけれども、よくダンベルカールバーベルカールするときにその手首を背屈に持っていくことで負荷を逃げさせない方が多いっていう風に
ていて、でも彼はカールに関しては前腕を使っていいと、前腕を使ってよくて、最後のスクイーズをより意識して作る、収縮させるためにはしっかりと手首も持ってくる、背屈位に返すんじゃなくて手首も持ってくることが自分の中ではベストっていう風に言ってます。でここが他のフィジック選手とちょっと違う点で面白いなって思います。で彼のどのトレーニングを見ててもこの手首を背屈位にしてるトレーニングっていうのはないです。多分ほとんどないです。ただ彼の 2,3 種目に共通して言えることっていうのはまずレンジがフルレンジ、それからスクイーズをすごい意識してるっていうところ、あとは1種目目からしっかり追い込みに行って、むしろウォームアップでもヘトヘトになるぐらいなぜかやると、そういうところは彼の特徴でもあります。今日は僕がすごい大好きな選手ザック・エンズリーについてお話しさせていただきました。今後の展開が楽しみな選手の一人なので、これから応援していきたいとともに皆さんにぜひ知っていただけたらなと思います。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。こういう動画がいいねと思ったり参考になったらグッドボタン、それからチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。オンラインサロンやインスタグラム、オフィシャルウェブなどソーシャルメディアもやっております。エンドロール概要欄からぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。I'm looking straight at me. The look on your face, what does it mean? Giving you a taxi, flabby master backseat turns in so classy. I always remember time around November. Never be efforts, but you took the ladder. Sure, still playing the right game. Then I was lame. All of the sudden.